炎は、泥沼の上に舞い上がり、真っ白な花を咲かせる。そのためアジアでのいくつかの宗教では、デタッチメントの象徴とされている。デタッチメントとは、ノンアタッチメントともされ、人が、世界における物事、人物、価値観などへの愛着欲求を克服し、それによってより高い視点を獲得するという概念である。仏教、ジャイナ教、ストア派、道教などにおいては、 デタッチメントは欲望から解放され、それゆえに苦しみから下脱するという重要な原理及び理想として示されている。これと反対の概念はアタッチメントである。アタッチメントであることはデタッチメントを実践、包容できない状態であり、これは穏やかで充実した生活を送ることの主な障害とみなされている。その他多くのスピリチュアルな伝統では、 デタッチメントが欠如した状態を欲求と個人的野心を源とする絶え間ない心配事と安定の欠如とみなしている。この言葉は具体的には世界を捨てて聖なる生活を導く欲望、渇望、欲望からの自由といった意味を伝えている。すなわちデタッチメントとは一つの考えから切り離されている状態であり精神的、感情的にも害されないよう。 一つの考え、意見から自分自身を切り離すことである。ジャイナ教においては、デタッチメントは、アヒンサーと共に、最高の理想の一つとされる。無所有とデタッチメントは、ジャイナ教倫理の一つであり、ジャイナ教僧侶の五つの誓いの一つである。ありがとうございます。